岸防衛大臣はきょう午前アメリカのオースティン国防長官と電話で会談し日米安全保障条約が尖閣諸島にも適用されることなど日米の安保体制を確認しました会談ではアメリカの対日防衛義務を定めた安保条約が沖縄県の尖閣諸島に適用され日本の施政権を損なういかなる一方的な行動にも反対することを確認しました また北朝鮮のすべての核やミサイルについては完全で検証可能かつ不可逆的な廃棄に向け連携する方針で一致したということです一方アメリカ軍の駐留経費を日本が負担するいわゆる思いやり予算については早期妥結を目指すことで合意しました日米の閣僚同士の電話会談はバイデン政権発足後初めてです